はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日は2018年の3月18日です。今日もツイキャスと YouTube ライブをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。バンさん、こんばんは。今日は声を聞いていただければ分かる通り、かなりお酒が入ってますけども、今日は雑談を一応したいと思うんですけども、雪見大福さん、こんばんは。住山さん、こんばんは。今日は政治の話中心にしていきたいかなと思います。すごい政局が、とんでもなく政局が動いてるんで、これは明日からとんでもない1週間になる感じになってきましたよ、皆さん。エビーリトルトゥースさん、こんばんは。パイパイさんも、パイパイさん、パイパイあさみさんも、こんばんは。リーフさん、こんばんは。ですね、今日は安倍政権の今後についてですね、話したいと思います。さくらさんも、こんばんは。一応、海外のメディアの、ニュースが出てるんで、読み上げながら。なんか安倍さんの支持率もとうとう毎日新聞で33%まで落ちたらしいので、多分終わっていくでしょうね、これね。33%からで佐川さんの証人喚問とかやればさらに落ちていくと思うんで、どうやら3月で終わりぐらいっぽいらしいですね。だから北朝鮮との首脳会談は別の人が中継ぎでやるっていうことなんだと思います。でも多分中継ぎだと思いますよ。おそらくですね、もう一回安倍さん戻ってくると思いますよ、おそらく。あと、1年ぐらい誰かが中継ぎやって、また恐ろしいことに安倍政権が戻ってくるかっていう政局が、オリンピックまでに戻ってくる政局があるかっていう話なんですね。で、そのことは海外でのニュースで書かれてるんで、一応読み上げたいと思います。時系列別に、ご紹介したいなと思います。安倍さん憲法改正の悲願かな。もう皆さんの中でもそうなんですね。私は安倍さん結構持つのかなと思ってたんですけど、もうダメみたいですね。ダメだけど、これが難しいとこですよね。冷戦体制を終わらせるとこまで北朝鮮が譲歩するのかっていう問題があるんで、そこまでは分かんないですよね。ただ、6カ国協議とか枠組み合意みたいな感じでぐずぐずいけば安倍さん戻ってくる 目があるんですけど、国交正常化をすんならですよ、多分もうさようならって感じですね。お払い箱でしょうね。1個目の記事をちょっと今貼りましたんで読み上げます。いや、私もね、なんか政局読むのって難しいですよね。でもね、1月ぐらいからおかしいなって思ってたんですよ。一つはね、額賀派の額賀さんがクビになったことですよね。平成研究会の。私の選挙区にいる吉田裕美さんっていう 参議院の人がね、クビ宣告したんですね。朝日新聞上がりの、派閥の長を。で、その時は、これは、あと小渕優子さん復権みたいな感じだったんで、これは風が吹いてきてんだなとは思ったんですけども、小沢さんもね、お正月に喋って安倍政権の、地盤というのは盤石じゃないって言ってたんで、大体そのぐらいからなんかだんだん 雲行き怪しいなと思ってたんですけども、やっぱりそうなんだっていう感じがしてきました。読み上げていきますね。今貼った BBC のニュースですね。これもう2日前の、2日前、結構前のニュースですね。15日か、3日前のニュース。ジョン・ニルソン・ライト博士、ケンブリッジ大学および A 王立国際問題研究所。ドナルド・トランプ、アメリカ大統領が北朝鮮最高指導者、金正恩、朝鮮労働党最高委員長との会談を約束するという、全く予想外な展開は日本政府に大きな衝撃を与えたと言っても過言ではないだろう。
北朝鮮に政治経済面で圧力を絶え間なくかけ続けるという慎重に計画された日米協調下の作戦は、アメリカの一方的で新しい穏健政策に取って代わった。アメリカの政策が長続きしない可能性もあるが、重要ですね。アメリカの政策が長続きしない可能性もあるんですね。まあ、今一番圧力がかかっているのは安倍さんかもしれないですね。まあ、安倍さんが完全に辞めるかどうかわかんないんですけども、かなり厳しい選択を迫られていると、振り付けが厳しいと、3日で覚えられない振り付けをやれって言われて、舞台に上がれって言われてる感じがするんですね。で、嫌だって言えば、まあ、じゃあお前はもうおしまいだとお前はまあ楽屋に引っ込んでろって言って他のやつでやらせるがって話になっちゃいますよね。だけど、まあそうなると誰が出てくるんですかね。二階さんかなんかは出てきて半年ぐらいやんですかね。二階さんだったら笑えますけどね。それはどうなのかな。誰がやんだか分かんないですよね。まあ別に政権交代するわけじゃないんで、自民党の中で誰が変えるんでしょうねって話になっちゃいますよね。それ以外ないんですから、だって、だからアメリカが急に穏健政策に変わったんで、まあそう、でも長期的な展望なんか何もないんですよ、アメリカなんかそんな国力ないんですから、だから半年後まで何も分かんないけど、誰がとりあえずやってくれって話ですよね。で、続きです。アメリカの政策転換はトランプ氏の自信に満ちた楽観に基づいている。トランプ氏は交渉を通じて北朝鮮に、核兵器および高度ミサイル技術の開発を放棄させようという腹積もりだ。しかし予想外の会談はおそらくニクソン訪中並みの衝撃を日本に与えるだろう。当時のリチャード・ニクソンアメリカ大統領は1971年7月中国を訪問し、毛沢東主席と会うといきなり発表した。当時の日本政府はそれまで20年近くにわたり回避しようと苦心してきた悪夢を経験した。歴代アメリカ政権に促せられるままに日本政府が忠実に守ってきた冷戦時代の中国に対する封じ込み政策はあっという間にわずか20分の事前連絡で一方的に破棄されたのだってことですね。まあ1971年にニクソン訪中っていうのがあったんですね。今まで台湾が正当な中華民国だって言ってたのが、いきなりニクソンが訪中したことで、もうこれで中国と国交回復せざるを得なくて、田中角栄さんがね、周恩来に会いに行ったんですね。で、そういうことがあったんですよ。で、今回も絵を描いてるのは同じ人ですから、キッシンジャーが作った絵の中でキッシンジャー95歳が最後のご奉公でね、ニクソン訪中と同じことを、トランプにやらせてるということですよ。で、いきなり行って国交正常化して、でもその後のプランがよく分かんないですけどねまあ一応ロシアだけ封じ込める気なんですかね。まあ、中国はもう、でもそれをやってしまうと今度イランのね、カスピ海にたくさん天然ガスとか石油が出るんですよ。そこを中国が開発したがってるんですね。で、それをやるとなんかイランと協調していくって話になるんですよ。本当中東政策も全部変わってくる話になっちゃうんですよね。今までずっとアメリカってイランを敵視してますからね。だからバランスオブパワーをやるってことですよね。まあそれはそれでしょうがないと。で、一応北朝鮮の方では折れるけど中東では強気に出るとか、なんかまあそういう感じでなんか絵を描いてんですかね。だと思いますよ。で、日本政府はただ後で振り付けして踊れって言われてるだけですからここが日本だ、ここで踊れってね、ここがロードスだ、ここで踊れってマルクスの言葉がありますけど、踊らされてるだけですからね、もうどうしようがないですよね。で、安倍さんがそれを踊りたくないって言うなら、じゃあ他のやつでっていう話になるんですけど、ただ安倍さんの政治生命が徹底的に潰されるかっていうと、それは分かんないですよね。安倍さんの背負ってるものっていうのは結構熱いですからね明治幕末から背負ってるものがある人だから、どうなんだろうなって感じはするんですけどね。安倍さんの、 トランプの
支持層の岩盤も3割ぐらいアメリカにあるらしいんですが、安倍さんの支持層の岩盤もやっぱり3割ぐらいありますからね。まあだからそんな簡単に終わるんだかなんだかわかんないんですけどね。それだけは言えますけど。で、続きですね。力で勝る同盟国に裏切られ、置いてけぼりにされた日本は、アメリカへの不信感が折のように残り、そのせいで米日関係は何年にもわたりぎくしゃくとした。見捨てられるか、窮地に追い込まれるか。車のハンドブレーキを使って急な U ターンをしたかのように、トランプ氏による北朝鮮政策の急転換は日本の安倍晋三首相にとって最悪のタイミングで起きた。安倍首相は2016年11月に大統領選に当選したばかりのトランプ氏と会談する初の外国首脳になるためにいち早く訪米した。また移り気で自己愛の強いアメリカの新指導者をよりよく理解し、それに対応するために外交的な準備を慎重に重ねてきた。トランプタワーでの会談成功から、トランプ大統領と特別な関係ができたと安倍氏が自信を持ったとしても当然だろう。この自信は突然煙のごとく消えてしまった。安倍政権は米朝首脳会談についてアメリカから相談がなかったことに落胆し、うろたえるっているだけでなく、2つのシナリオにを非常に警戒している様子だ。日本は長年アメリカに見捨てられる、あるいは窮地に追い込まれるのを恐れてきた。5月に予定される米朝首脳会談で何が起きるのか不安げに見極めようとする日本政府内で、この恐怖が渦巻いている。最も懸念されるのは、取引をまとめるのが好きなトランプ大統領が、ロバート・ムラー特別検察官によるロシア疑惑捜査から生じる国内問題から世間の目をそらすため、過去大統領が成し得なかった北朝鮮との合意を急ぎ、米日同盟を犠牲にすることだ。北朝鮮の安全保障の要求に応じるため、トランプ大統領が地域の駐留米軍の大幅削減に同意したり、同盟国の利益を犠牲にしてアメリカの戦略的利益のみを優先すると同意したりするのではないか。日本はそのように懸念している。駐留米軍兵士は韓国に2万8500人、日本に5万人いるということですね。ということは、まあ北朝鮮の非核化っていうのは、まあ言ってみれば非核化って、北朝鮮だけは核捨てるわけじゃないんですよ。中韓米軍がある程度引き上げていくっていうのと、バーター取引になるんで、で、中韓米軍が引き上げていくと、まあ、それは飛び引きするのは今度は沖縄に飛び引きしてきますよね。名護市長選は政権側の方が選挙で勝ちましたけども、結局もう一回辺野古の問題が蒸し返すっていう問題が出てくると、これはもうそれだけでも政権がきついわけですよね。という事態がなだれドミノ式に起こってきちゃうっていうことがあると。で、トランプ大統領が今ロシアンゲートっていうとね、ガンガンやられてんですけども、でも確たる証拠は出てこないんですよ。でも確たる証拠は出てこないんですけども、そんなもん確たる証拠なんかないんですよ。別にトランプだってクリントンだってどっちもロシアと通じてんだと思いますよ。ただ国内的な権力闘争があるわけですよ、もう。それはアメリカ国内の経済的な問題っていうのは、だから、トランプを支持してる人たちとクリントンを支持してる人たちの死に物狂いの戦いが、経済的な面ですね。まあ、日本でいう財界での、まあ、確執が今やってるわけですね。で、多分まあ大体あれですよ、クリントンね、ビル・クリントンが大統領になった時は2年ぐらい何もできなかったんですね。で、2年やると大体決着がついていくわけですよ。で、まあトランプは8年やると思いますよ、私。で、その2年ですよね。で、これで2年目なんで、これで最終的に全部決着がついて、まあ、トランプが、まあ、中間選挙までですよね、4年で終わるか8年やるかの戦いを今この2年目でやってるってことなんですね、おそらくね。そのためには別に日本なんか犠牲にしてもいいというところがあるのか。でもニクソンと同じ轍を踏むと、ウォーターゲート事件っていうのでね、降ろされちゃったんですね。あれはやっぱり、
なんか田中角栄さんもその余波で辞めさせられたらしいんですけども、まああれででもキッシンジャー一回負けてんですよね、よく考えるとね。まあ、キッシンジャー対アメリカ国内の財界の戦いになってるわけですね。それでトランプを立てたけど、まあ、ニクソンと同じだったら途中で辞めるでしょうね。4年で辞めるんでしょうけども、でも2回目で同じ失敗を繰り返すと思わないんで、まあ、キッシンジャーが生きてる限りは、でも95歳ですからね、まあ、それ途中で死ねばね、トランプがボロボロになっていくんでしょうけど、まあ、結構厳しいところやってんですね。で、アメリカはなんでそんなね、ニクソンとトランプの同じようなことをもう一回やってんのかっていうと、でも3回目なのか、レーガンも入れれば。まあ今やっぱ中国が台頭してんですよ、相当に。中国の外交戦略の方がアメリカより上回ってんですよ、おそらくね。どうやら。局所局所で。ということですよ。それが北朝鮮問題に出てきちゃってますよね。だと思いますけどね、私ね。で、日本は、まあ、その中で、まあ、結局、世界情勢の権力争いの、まあ、荒波、受けざるを得ないんで、波をかぶってますよね。でも、波もずっとかぶってるわけじゃないんでね。かぶり終わった後、誰が残ってんのかって話だから。まあ、でも、安倍さんは根性あると思いますよ。残るかもしんない。なんか、これで終わんなら安倍さんね、やっぱりボロボロ、本当にボロボロになっていくぐらいやられちゃうと思うんですけども、でもその後、支えていく人って、そんなに自民党で育ってんのかっていう問題はね、あるんですよね。まだそんなにね、早く決着がつかないと思いますよ、私。そのなんか親中派の人ね、福田康夫さんとか二階さんとか、ああいう人たちが台頭してくるっていうほど話は簡単じゃなくて、中国人ってやっぱり長い目で見てますからね、こんなとこで別に短期戦で決着すぎるなんて思ってないから、やっぱ100年スパンで考えてますよ、あの人たち。で、習近平はだって死ぬまでやるって言ってんですから 死ぬまでやっていく中で、あの政局変わっていくのを見ていくつもりなんでしょうね。で、それでやるとデモクラシーでね、4年ごと8年ごとに変わるっていう体制はね、中国に勝てなくなってきてるんですよね。で、恐ろしい、なんかもう高齢化社会になってるんですけど、政治の軸もすげえ長くなってきて、なんかそんな2年ごと1年ごとに首相変わってりゃ、もうなんでもねえって話になってきちゃって、やっぱ長い政権を作れるとこが強くなってきちゃってるんですね。で、これでプーチンもね、再選されりゃ、あと4年ぐらいやるんですよね。4年はやるんだから。ああ、だから3選までできる、8年ぐらいできるのか。もうそうなるとね、もう一貫性を持って外交をやっていかなきゃいけないから、なんかデモクラシーだとか言ってらんない話になってくる。デモクラシーって、まあ本当の意味の自分たちの国の生き残りをかけたデモクラシーをやんなきゃいけなくなってきてますよね。本当に。政官財の国難突破になってますよ、これ。厳しいです。オールジャパンで戦わないと、これ乗り切れないと、右と左の対立なんかもうどうでもよくなってきてますよ、もう。そんな話じゃなくなってきてるんですよ、もう。ね、だと思いますけどね。で、続きです。トランプ氏、アメリカに到達可能な核弾頭を搭載した長距離ミサイルの脅威のみに注目し、日本が直面する中距離ミサイルの問題、あるいは1970年代、80年代に北朝鮮工作員に連れ去られ、工作員に日本から連れ去られた拉致被害者をめぐる未解決の問題など、他の政治的懸念を無視、あるいは見過ごしたい誘惑に駆られる可能性がある。まあ、トランプが交渉してですよ、中距離ミサイルはまあどうでもいいと、ICBM だけなくしてくれって言って、あとはまあ、拉致被害者はよく分かんないと、あったけど何言ってるか分かんなかったみたいな感じで話まとめてくると、これ完全にもうアメリカは日本を守ってくれないんだっていうのは分かってきちゃいますよね。そうするともう日米同盟もこれでまあある程度冷戦体制の役割を終えて、まあもう一回じゃあ条約ね、結び直しますかっていう話になってくるし、まあそうなるとね、鳩山さんの言ってた東アジア共同体 東アジアでバラ
バランスオブパワーやるっていう話がこれ出てきちゃいますよね。そうすると今までね、民主党に対して2分間憎悪してた人たちが、まあ、やっぱ結構厳しい展開になってきますよ。ということは、結構5月の首脳会談大切ですね。いや、私地元のね、小沢チルドレンの人がね、事務所開いてたんですよ。それがね、2週間前ぐらいに Facebook で流れてきて、いや、マジかと思ったんですよ。ということは、小沢さん動いてんだって思って。もうなんか、地元の政局までにかかってきてる問題が 出てきたから、だって Facebook 広告で流れてきたから結構金使ってんですね、おそらくね。いやー、そうなんだと思って。小沢さんまだやる気なんだと思って。びっくりしちゃったんですけど。まあ、だから、何らか野党の再編ももう一回あるでしょうね。なんかすごいですね。もうね、全然、私は単なる庶民だから、ただ、対岸の火事のように眺めてるだけなんですけども、結構すごい話になってきてますよ。ガラさん、こんばんは。安倍内閣自体が中曽根内閣に毛が生えたようなもんの性格の内閣ですもんね。そうですね。中曽根内閣で、中曽根内閣界隈の人が滅んでいったじゃないですか。西部さんとかね。西部さん界隈の。あと佐藤清三郎さんの息子とかね。あの人たち界隈が年末ぐらいに終わっていったんで、やっぱあそこから政局があったんでしょうね。だと思いますよ。だから、中曽根大勲位はまだご存命ですけどね。まあでもさ、あ、でもキッシンジャーに育てられた中曽根さんだから最後のご奉公に出るんですかね。なんか、よくわかんないですけどね。わかんないですけどね、キッシンジャーと共に全てが終わってってね、もしかしたら中国の覇権になっていくのかもしれないですけどね。まあ、キッシンジャーって95ですからね。いなくなりゃもう何でもないですからね。生きてる限りの話ですから。あ、キアさん、こんばんは。キッシンジャーとトランプは反ムーニーズで共通してるらしいです。だから安倍政権は見捨てられるシナリオ。ムーニー、ムン、ムン、ムンジェイン氏もムーン、ムーンですからね。名字はね。まあ、どうなんですかね。わ かんない。あれ、私最近、聞くと刀読んでたんですよ。で、次は面白いこと書いてあって、ああ、なるほどと思って、聞くと刀の第4章に、クリスチャンサイエンスっていうのが出てくるんですよ。で、クリスチャンサイエンスって、で、ボストンで始まったニューソートの始まりですよね。ボストンで始まったニューソートの始まりってことは別に、まあ、クリスチャンサイエンスだから、ハッピーサイエンス 幸福の科学の走りとかね、統一教会の走りの人たちですよね。そのことを書いてて、まあこの頃からあったってことですよね。で、日本にはクリスチャンサイエンスになぞらえられる、まあ信仰療法の教派もあるって、これ、公文社古典新約文庫の144ページに、聞くと刀の144ページに書いてあるんですね。だから日本の神道っていうのは もう結構ニューソートに近いものがあるって言って、もう1930年代は、まあそういうのがあるっていうことですね。まあ神道って、ね、国家神道と教派神道があると。まあ教派神道ってね、金剛教とか天理教とか教派神道ですけど、14派あるわけですね。まあその中にはやっぱりクリスチャンサイエンスに似てるっていうことですよ。で、似てるからやっぱりほら、クリスチャンサイエンスが入ってきたんじゃないですか。で、やっぱり分派活動してるんですよ、ずっとね、宗教的な。まあそういう人たちが一定数どこの国にも入ってんで、まあ安倍政権はね、その色彩が強かったですけど、まあ どうなんですかね。まあそれはそれで終わらないですからね、利権握りしめてるからね。まあそんなすぐには終わんないですけどね。まあ、ただ政治闘争なんていうのはもうずっとね、フランス革命見てりゃ分かりますけど、右と左の揺り戻しなんで、別に宗教勢力が強かろうが、ね、共産主義
的なね、無神論者が強がろうが、そんな右左に揺れて、そんなカントが言ってる通りですよ。独断論と懐疑論なんですからね。独断論と懐疑論でずっと揺れて、真ん中に理性があるっていう話ですからね。そんな話なんだと思いますよ。まあ別にこれで決着がつくわけじゃないですよ。決着なんかつかないですよ。ずっと賭博賭場と一緒でね、ずっと延々とね、チンチロリンとかやってるだけでずっとサイコロは振られていくわけですから、誰かがかければ、参加者が いけばずっと続いていくね、博打みたいなもんですからね。別にどっちかが勝つって話じゃないですよ。長い目見て勝つかどうかなんて分かんないですよね。あ、キャプテンいらっしゃい。まあ、与次郎やっとオンタイム、お疲れ様でした。アートフェア、アートフェア、お疲れ様でした。もう打ち上げでたくさん飲んでるキャプテンのことを思い浮かべてましたいや、お疲れ様です。もうね、政局も変わってくればね、なんか現代美術のパトロンも変わってきますからねなんかね、怖いですよね、美術の世界ってね。それあります。あ、ポポさんありがとうございます、コイン。じゃあ続き読んでいきます。私も今だいぶすげえ酔っ払ってんですけどね今日ちょっと昼間ね、スポーツしてきたんで、ちょっと体動かしてきてね、もうちょっと酒飲んで、もうだいぶ回ってきちゃったんですけど。で、続きですね2つ目の懸念は、5月の米朝首脳会談で合意できない場合だ。苛立ったトランプ氏が外交手段が尽きたとして北朝鮮を軍事攻撃する以外選択肢がないと考えやしないか、日本は懸念している。まあこれはないでしょうね、キッシンジャーが生きてる限りね。この1ヶ月でキッシンジャーがなんか死ねばね、それは攻撃する派の人たちが勝つかもしれないですけどね、巻き返すかもしれないですけど。朝鮮半島で戦争が起きれば、アメリカと同盟関係にある日本も多くの犠牲と破壊を伴う戦争に巻き込まれ、国と国民全体が存亡の危機に直面する。平和的解決を志向するレックス・ティラーソン国務長官を解任し、北朝鮮の武力行使を擁護する強硬派のマイク・ポンペオ CIA 長官を後任にするとトランプ氏が今週発表したことは、同盟関係のために窮地に追い込まれるという日本の懸念を一層高めるばかりだった。うん、まあでもティラーソンを解任したのは、こわもての人を国務長官にして譲歩しろっていうことですよね。最大限の圧力ってポンペオが長官だったことじゃないんですかね。で、北朝鮮もある程度はそんなに自分たちのやりたい通りの条件は出せなくなりますよね、テーブルにね。やっぱりね、ポーカーの国なんですよ、アメリカっていうのは。やっぱり次の手があるんですよ、本当に。灰山さん、ご無沙汰。灰山さんじゃないですよ、住山さんですよ、ね。久々で背筋が伸びないですよ、もう。酔っ払って喋ってんだから。あ、アンさんもこんばんは。で、続きですまあまあ、だから圧力はかけてますよね。まだだから水面下ですごい今交渉してるんですよ。まあその交渉は別にアメリカが勝つと思いますよ。まだそんな中東ほど厳しいプーチン相手にやってるわけじゃないですから。プーチン相手は厳しいですよね。あ、でもレックス・ティラソンはでも元々ほら新ロシア派ですよね。ロシア、まあ元々エクソンモービルの会長ですから、まあ、プーチンと仲のいい人たちだったんですね。だけど、ロシアに対しては厳しく出るってことですよ、これ、ポンペオがなったっていうのね。だからまあ、ロシアはやっぱり、このまま、融和政策取っていくと、やっぱりやべえやつらだって気づいたから、ロシアは封じ込めで、まあ、北朝鮮を、まあ、こっちの味方につけて、中国と共に、ロシア封じ込めをやっていくんじゃないですか。そんな感じじゃないですかね。やっぱプーチンはやべえやつですよ。ロシア人ってやばいっすからね、やっぱね。前も話しましたけど、明治維新の音声で話しましたけど、福沢諭吉がね、サンクトペテルブルグに行ったらね、お前このまま残らないかって言われたんですね。検温施設団で行ってね、で、残らないかって言われてね、困っちゃったんですよね。みんなに声かけてたってんですね。って話ですよ。
寺澤さん、アメリカの経済がやばくなるとアートのパワーバランスが変わっていくという話はひっきりなしに続いてました。じゃあもう閉店ガラガラなんですね。アートの世界から見えてくるのは。なんか、大体もう、結構調子悪くなってきちゃってですね。なんかあんまり発注できなくなってきてですね。現代アート。買ってくれる人もなんかちょっとね、先々心配だからちょっと買えなくなってくるみたいなね。まあ、海外アートを買うより国内の買いってことですよね。おそらくね、アメリカ人のアーティストの買いって話になってきますね。海外のもんなんか買うなって話ですよね。だと思いますよ。だってあれがそうですよね。日本美術院。横山大観なんかね、もう誰に買ってもらってたんだって話ですよね。もう、戦争、横山大観って絵1個売って4つ戦闘機買って国にね、寄付してたって言いますからね。すごいですよね。マネーロンダリングもいいところですけどね。そんな感じですよね。まあ、アートの世界っていうのはやっぱり市場経済の極みみたいなところですからね。で、続きです。国内のスキャンダル。この戦略的外交的危機に加えて、安倍氏は国内の問題にも直面している。朝鮮半島問題に直面するさなか、昨年来くすぶり続けてきた汚職と利益誘導疑惑が急速に再浮上した。このスキャンダルでは安倍首相の昭恵夫人の責任が問われる可能性がある。大阪府にある学校法人森友学園は、小学校を建設として、国有地を鑑定価格から86%と大幅値引きされた価格で買収した。この買収取引を昭恵夫人が手助けしたのではないかと疑われているのだ。進歩的な論調で知られる朝日新聞は、今月初旬、国有地売却にかんを管轄する財務省の官僚が国会に提出した森友学園への土地売却関連書類から、昭恵夫人への言及や取引の特殊性に関する部分を選択的かつ意図的に削除していた可能性があると報じた。森友学園はすでに劇的な影響周囲に及ぼしている。今月9日には財務省近畿財務局で国有地売却を扱う部署にいた職員が自殺したと見られることが明らかになり、森友問題が理由ではないかとの見方が広がった。国政レベルでは安倍内閣と国会の間の緊張関係が高まっている。野党の有力議員たちは、政府が国会を意図的に騙そうとしたと主張。国会のチェック機能が、重要な政治制度において、これは深刻な問題だ。公文書書き換え問題を受けて、土地売却問題が発覚した際の財務省理財局のトップだった佐川氏は、国税庁長官辞任に追い込まれた。直属の上司に当たる麻生太郎副総裁兼財務省についても、野党だけでなく与党自由民主党の一部の議員からも辞任を求める声が出ている。高まる圧力。安倍首相にとっては森友問題が自分への辞任要求につながり、内閣そのものが倒れる可能性が懸念されている。森友問題が最初に発覚した昨年2月に、安倍首相は自分や妻が国有地売却で影響力を行使したと明らかになれば辞任すると公言している。今回新たに明らかになった内容からすると、たとえ明示的な働きかけでなかったとしても、不適切な影響が国有地売却に及んだという印象は拭い難い。現時点で麻生財務省は辞任する考えはないと言明しており、安倍首相は財務省での不透明な手続きに関する事実究明のため麻生氏の続投を支持している。しかし、安倍氏が麻生氏をかばうのにはもっと強い別の理由が2つある。まず、麻生氏が続投する限り、安倍氏への直接の非難に対する政治的な人間の盾となってもらえる。麻生さんは人間の盾なんですよ、安倍さんの今。今までは佐川さんが人間の盾だったんですけど、だんだん人間の、トカゲの尻尾蹴りがね、トカゲの尻尾蹴りってまだいいですけど、人間の盾ですよね。2つ目には、自民党で2番目の大派閥を率いる麻生氏は、今年9月に予定される党総裁選の結果を左右するだけの票数を安倍氏に提供できる。
安倍氏は総裁3期目を勝ち取ることで、少なくともその後3年は首相を続投できると期待している。森友問題が安倍氏の政権にどの程度ダメージを及ぼすのかまだわからない。最新の世論調査では政権支持率は前回調査から6ポイント低下し 48% となった。まあ、今日はもう毎日新聞で 33% まで追ってんで、まあ、結構もう、まあ、30% 切ればまあ終わりですよね。あと 3% はどこで回復するんだかわかんないですけど、もう安倍さんが明日訪朝するとかね訪朝して拉致被害者取り戻してくるぐらいのことがあれば、横田めぐみさんが帰ってくるみたいなことがあればですよ。もう今日ね朝飛行機に乗ってね取り戻してくれやね、支持率まあ回復するでしょうけど、まあもうないでしょうね、そんなんね。やるんですかね、そんなこと。まあそりゃないな、ないだろうな。トランプが会う前に会うってことはないでしょうからね、まあ、厳しいでしょうね。安倍首相にとって朗報ではないものの、スキャンダル発覚当初の昨年に比べるとそれほど一気に支持率が急落したというほどでもなかった。自民党よりずっと支持率が低い野党が森友問題で勢いを得ているという兆しも現時点では見られない。逆説的だが安倍氏の命綱は北朝鮮危機なのかもしれない。日本国民の間には朝鮮半島情勢への不安が高まっており、5月の米朝首脳会談の成功に期待を寄せている。日本の有識者の視点に立てば、自国の安定政権と経験豊かな指導者が政権を担う状況が成功の可能性を一番高めるように思える。優れた統治や良好な関係、それが個人間であろうと国家間であろうと、有効な同盟はいずれも信頼をよりどころにするものだ。アメリカ政府と日本政府の間、そして安倍首相と日本の有権者との間に信頼を回復させ、維持させるのか、結論はまだ出てこないということでした。25日にオバマが来るんですよ、日本にね。訪日するんですって。25日まで安倍さんいるんですかね。いなかったらオバマと会わなくなりますよね、これね。で、オバマも来ないですよね。何のためにオバマが来るんだって話ですよね。私、なんで今オバマが来るんだろうと思って。わけが知りたいですけどね。何なんですかね。オバマは安倍さんのことすげえ嫌ってたのにね。なんか、助け舟を出してくれるんですかね。なんか意味があってくるんでしょうね。灰山さん、灰山さん、住山さんですよ。灰山さんじゃない、住山さん、俳句を吟じましょうか。もうなんか、キャプテン与次郎、泥酔してんじゃないですか。なんかもう。だいぶ気こしめしてんじゃないですか。私も気こしめしてますけど。じゃあもう一つ、もうちょっと早いニュースですね。最近のニュースです。これ、15日の、あ、これでも15日なんだ。あれ、でも最新のニュースがあるのかな、まだ。探してみますね。日本のニュースはいまいちなんで、海外のでね、いいのがあれば。あ、ブルームバーグの記事がありますね。16日、おとといか、これでも。これいまいちだな。どうなんだろう。あんまりいい記事じゃないんで。あとは、国内の記事なんか読んだってしょうがないしな。ないですね。ないんで、ロイターの記事を読み上げますね。これ一昨日の記事ですけど、
今回ミサイル発射がないのが一番痛い、安倍ちゃん。もうないですよ、ミサイルは。米朝首脳会談やるまではもうミサイル飛ばさないって金正恩が言ってんですから、ね。まあ、とんでもないですね。まあ、JAXA がね、衛星飛ばせばね、相手を刺激したことになりますけどね。JAXA の飛ばすロケットがね、別にノドンとかと変わんねえだろって話がありますけどね。じゃあ読み上げます。これロイターの記事ですね。今貼り付けました。ポスト安倍、長期政権の再現が難しい理由。これ14日のロイターですね。自ら主導した変革によって官邸の力を高めてきた安倍晋三首相だが、政権の長期化を可能にしていた大きな要因は、強力な政治同盟と野党の貧弱さ、そして強運にある。このようなハットトリックを後継となるポスト安倍が再現するのは困難かもしれない。安倍首相63歳は政権トップとして再登板した2012年12月以降、最も厳しい政治危機の最中にある。安倍昭恵夫人とつながりのあった学校法人森友学園に対する大阪府豊中市国有地売却において、微々気な対応を取ったのではないかと疑われている。安倍首相は自身や妻がこの土地売買に介入したことを否定している。だがこの疑惑により、今年9月に行われる自民党総裁選での参戦が阻まれ、首相交代が予想より早く実現する可能性が浮上している。同首相が実施した改革の一つが2014年に行った内閣人事局の設置だ。これにより安倍首相と側近の菅官房長官は数百に及ぶ省庁の幹部人事の決定権を手中に収め、霞が関の官僚機構をより強力に掌握することが可能となった。これは過去20年にわたり官邸の権力集中を進めてきた中の最新の一手となった。安倍首相はそれ以前から始まっていた誰が最終責任者かを明確にするための改革の集大成だ。安倍氏の後はどう制度が機能するか属人的になるだろうと、アメリカコロンビア大のジェラルド・カーチス名誉教授は言う。これジェラルド・カーチスって有名なね、ジャパンハンドラーらしいですけども、ということですね。安倍さんの改革は誰が最終責任者か、誰が最終責任者ってかっていうの、日本なんてどう考えたって今上天皇ですよ。だから天皇陛下が退位したっていうのは結構大きな問題だったんですね。あそこから始まってんですね、おそらくね。生前退位するっていうとこからね、もう潮目が変わってんだぞっていう話が、まあ、あそこから始まってんですね、おそらくね。それでもう2年前ぐらいですけどね。で、続きです。安倍首相はまた側近による強固なインナーサークルを作り上げている。これらの中には2006年2007年の第一次安倍政権の失敗から学んだものも多い。第一次安倍政権は閣僚不祥事や、与党の過半数割れを起こした参院選、自らの健康問題が原因で安倍氏が唐突に首相の座を去る結果に終わった。ね、なんか農水大臣が自殺しちゃったりね、農水大臣でしたっけ、なんかあと絆創膏貼った人が出てきたりね、いろいろありましたね。この1週間はでも同じことが起こりそうですね。このあと3月末まで。なんか日本が急激に動く2週間ですね、これね。まあでもオウム真理教のね、7人移送しちゃってんだから、やるんですかね、死刑ね。恐ろしいですね。もうあれから23年。なんだかね、何かが終わってくんですね、あれね。何かが終わってくんだ。何かが終わってく日に立ち会ってんのかもしれないですね。キアさん、豊中市議の木村さんが売却値段の公開訴訟を起こしたから発覚したわけです。端から発する隠蔽の腹積もりだったのは、端から隠蔽する腹積もりだったのは透けて見えます。そうですね。まあ、加計学園の問題もそうですけど、まあでもやっぱり、まあ他にもいっぱいあるんでしょうけど、まあもう見え見えだったってことか。まあ大阪維新の会もね、自民党の補完勢力ですからね、そこも含めての話なんですかね。
まあ、で続きです。アメとムチ、野党が分裂し、民主党政権時代の混乱ぶりが有権者の記憶にあったことも、安倍首相に有利に働いた。民主党はその後、3党に分裂。野党票の分散や投票率の低迷もあり、安倍首相は3度の衆院選で連立与党を圧勝に導いたということですね。まあでも野党には期待できないですよね。自民党の中で改革してくれって話ですよ。もうね。だと思いますよ。なんかもうちょっとハト派の人が やってくれりゃいいんじゃないですかね。別に野党、私は立憲民主党にあんまりなんか期待を寄せてないんで、まあ、だいぶ厳しいなと思いますけど、なんの新しい、まあ、長い目で見ればですよ、立憲民主党はいい党かもしれないですけど、やっぱりもう最近できた党ですからね、ちょっとね、やっぱりなんだろう、立憲民主とはいえ、民主じゃないですよね、民衆の支持がちょっと少ないですよね、1割もないですよ、おそらくね、だから厳しいですね。だからまあまあ自民党の方がいいと思ってますから、みんな自民党の中で改革してくれって話ですよね。日銀の超金融緩和策と財政支出を柱とする成長戦略アベノミクスにより日本が1980年以降で最も長期にわたる経済成長を達成したことも有権者の意識にある。ただ消費は減速しかねず賃金上昇も弱いままだ。この4年で2度の総裁選挙に踏み切った安倍首相の決断も、政権トップの座に挑戦することよりも再選を果たすことに自民党議員の関心を向けさせ、党内歩調を保つ効果があった。その一方で安倍首相は公共事業で選挙区の支持者に報いている。そうなんですよ、やっぱりね、公共事業とか、まあ一応はね、アベノミクスっていうのは日本の資産家に最後の、何ですか、恩給ですよ。軍人さんに恩給をみたいな感じでね与えてますからね、その辺はやっぱり3割ぐらいの地盤にありますからね。雨の部分だけ舐めてる人はいますからね。7割ぐらいの人は無知しかなかったんですけどね、軽いなんか無知っていうかね、なんか和ろうそくでね垂らされた、背中に垂らされたみたいな、なんか気持ちいいんだか痛いんだか分かんないみたいなことばっかされてるからよく分かんなかったんですね。でもまあこれはね厳しいですね。まあでもまあ3割ぐらいの人は残るから、まあ安倍さん自体の政治生命が終わるかどうかは分かんないですよね。分かんないような気がしますよ。分かんないかな、急激に全部変わっていくのかな。そんなにやっぱり日本って保守的な国だから、そんなに急激にね別に革命が起こるとかいう話でもないんで、まあねやっぱり右左ずっと動きながらねずる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 行くんでしょうね。続きです。安倍首相は巧みにアメとムチを使いこなしていると東大内山譲教授は指摘する。しかし情報へのアクセスを制限することによってメディアの批判を抑えたり官僚への統制を強化したりする首相の戦略の一部は裏目に出つつあるのかもしれない。そうですね、朝日新聞がやっぱ健康に一滴、自社を守りながら小出しに情報を出すっていうね戦略に毎日朝日と毎日でね連携してやってますよね。まあね、毎日新聞はね創価学会系だっていういうことなんで、だから毎日新聞が裏切り始めたっていうのはもう創価学会っていうかね、公明党が安倍さんにもうついていけないぽっていう話になってきてるんじゃないですかね、これね。続きです。自民党内のライバルたちは今回のみびきスキャンダルを公に批判するなど威勢を強めつつある。安倍首相はメディアに宣戦布告し、メディアは今復讐しつつあると、テンプル大日本アジア研究学科ディレクタージェフリー・キングストン教授が言う。テンプル大学ってあんですね。テンプル大学って誰か言ってましたよね、野村幸男さんかなんかね、学歴詐称で使った大学かなんですか。安倍首相の天敵と言われるリベラルな朝日新聞は、森友学園への国有地売却をめぐる財務省による決裁書類の改ざんを最初に報じた。安倍首相は官僚の自立性にも宣戦布告した。だが私は官僚が負けるとは思わないとキングストン氏は指摘する。そうですね、財務省の人はやっぱり日本守る気ありますよ、安倍さんよりはおそらく
官僚、幕閣老中ですからね、腹を切りながらもやっぱり一応ね、自民党よりは人材育成してますからね、官僚組織の方はね、ちゃんと年功序列終身雇用でね、人材育ててですから、まあそれは自民党より層は厚いですからね、自民党と戦いは勝つでしょうね。後継首相は短命化。安倍首相の後任候補として名前の挙がっている岸田文雄前外相や石破茂元防衛相には、安倍氏のように官邸の権力を操るスキルを持った側近が周辺にいないとアナルヒストは分析する。そのため、日本の首相が回転ドアのように頻繁に交代する事態に再び陥ることを懸念する専門家もいる。第2次安倍政権が発足する前の5年間で5人の首相が誕生した。1989年から2001年にかけては9人の首相が登場した後、小泉純一郎首相が5年の長期政権を担った。今、安倍首相が退陣すれば、次の首相は2年と持たないだろうとコール氏は予測する。安倍氏は積極的な首相だ。次の首相は誰であれ、受動的になるだろう。ああ、でもこれを読むともう、安倍さんの政治生命自体が終わりっぽい論調で書かれてますね。終わりなのかな？あとは、じゃあ、ぐる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 、変わっていくんですかね。もうしょっちゅう選挙ですよ。もうこれだとなんかもう、なんですかね、もう5月ぐらいに選挙になるのかもしれないですね、これね。なるほどね。まあ今週が天王山ですよ。ね、大体決まるんじゃないですか。まあ、安倍さんが辞めるか辞めないかですね。安倍さん、麻生さんがいなくなるのかって問題が、今週で決着がついて、今週、来週、3月内には決着ついてるんでしょうね。もうこれ以上なんか引き伸ばせない感じになってますよね。支持率が下がってるから。そういうことなんだ。と思いますね。いやいや。なんか、俳句大会が行われてますけど。アメリカは助け船なん地雷なん。炭作り灰を集めし春田舎。アメリカは助け船なん地雷なん。これは季語が入ってないからダメですよ。北朝鮮走るテポドンハワイ見る。季語入れてください、季語。川柳だからいいのか。山2つちょっとしかな。なくてよし、大丈夫です。なるほどね。まあテポドンハワイに向けて飛んでったのか。山越えて次の一手は大手かな。山地を知る炭山おかしな。だんだん強化になってきてますけど、五七五七七七になってますけど、まあそんな話ですかね。まあ私も今日、まあニュース読み上げるだけで、まあ他の雑談しようと思ったんですけど、 まあさっきネットちらちら見てたらこんなことになってんだと思ったんで、まあ大体喋ったんで、まあ今日はこの辺で この辺なんかコメントあれば コメントあればなんか答えますけど、みんな何もないですよね。ないと思いますよ。まあ様子見ですよ。どうなんだろうってね。いや、終わってくんならね、でも安倍さんの周りにべったりついてた人は、やっぱりしばらくね、第一次安倍政権が終わったのと同じぐらい、冷や飯食うっていうね、その冷や飯の中でも安倍さんを支える人はどのぐらいいるかですよ、おそらく。続けていった方がいいですよね。あんだけ、飯食った人なんか、最後まで支えればいいと思いますよ。ね、藤井聡参与とかね。三浦瑠麗さんとかね、ぜひ最後まで支えてほしいですよ、安倍さんをね。もうね、一緒に没落したら没落してくださいよ。没落、現象の没落こそ意志の革新だってショーペンハウエルが言ってますから、ぜひね、その人たちに革新を見せてほしいですよね。それでね、いなくなっちゃうんだったら、まあ、学者としてもその程度だったって、三流学者だったって話になりますからね。安倍さんと一緒にもう一回、冷や飯食うっていうね。気合がなきゃ言えないですよ。やっぱり長期展望ですよ。ウォーレン・バフェットじゃないですけど、やっぱり
今日買った銘柄が明日株式市場がね、閉鎖しても持ってられるかっていう問題に直面してますよ。ね、仮想通貨だってそうですよ。今暴落してるけど、今から買い集めるって人がいればね、5年後まで持ちますっていうね、気合があればいいですけどね。まあ、その根性がないとしたらね、やっぱり浮かぶ瀬もないですよ。いや、中国人はね、私は偉いと思いますよ。やっぱりね、中国4000年の歴史があってね、人間のこと100年単位で見てますから、あんまり人権とかそんなこと考えてないんですよ。権力を100年続かせるとか、研究してますよね、やっぱりね。まあ、でも日本でもね、江戸幕府だって250年、60年続いたんですから、やっぱり長い目で見て、権力の中心ね、意思の核心をね、やっぱり保っていかなきゃいけないですね、我々はね。と思いますけどね。安倍さん本人の崩落には行っても、安倍さんについてくる生きるは続くんでしょうね。まあ続きますよ。だって薩長の勢力ですから、干ばつ政治の核心みたいな人たちですから、それはもう日本の支配者層にびっしりいますから、まあそれはだって皇室だってある意味そこに乗ったんですから、一回ね。ということだと思いますけどね。まあでもね、私が思うのはね、反安倍の人たちも苦しいんですよ。反安倍がいなくなると、安倍さんがいなくなると、反安倍やってた人たちは、もうはしご外されるんですよ。だって、今までは反安倍だって言って、ね、大同一致してたのが、安倍さんいなくなると、倒すべき敵がいないんですから。まとまりがなくなる、ね。うさんぶしょっていうね、金丸信さんの言った馬糞の川流れになっていっちゃうわけですよ。馬糞が川に流れてバラバラになっていくようにね、左側の人もバラバラになっていっちゃいますよね。まあでもね、結局ね、議会制民主主義だって言って、自民党一強体制がなんですよ。基本的にはね、チャルマーズ・ジョンソンが言った通りだと思いますよ。だから自民党の中で、ただあれですよ、まあ変わるとすれば、安倍さんが辞めるとすればね、自民党内の問題ですよね、ほとんどは。だと思います。核兵器より大変な武器が、核兵器はいらない時代です。そうですよ。貿易とかね、思想で戦ってんですよ。だと思います。じゃあ、皆さんありがとうございました。まあ、明日もやりますんで、明日はシラフで、なんか、他の、キッシンジャーの話でもしたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。